ソニーハンディカムのデータ復旧に成功した事例をご紹介します。テレビに USB で接続したら、内蔵メモリーがフォーマットエラーですと表示されるようになったソニー HDR-CX370 ビデオカメラのデータ復旧依頼を富山県のお客様からいただきました。ソニー HDR-CX370 は2010年2月発売、 64GB の内蔵メモリを搭載したビデオカメラです。ビデオカメラで撮影した動画をテレビで見ようと思い、ビデオカメラとテレビをつなぎました。この時 USB ケーブルを使いました。すると内蔵メモリーがフォーマットエラーですとビデオカメラの画面に表示され、今まで撮影したデータがすべて見られなくなりました。エラーが出てデータが見られないソニー HDR-CX370 ビデオカメラのデータ取り出しに成功しました。カメラとテレビを USB でつないだら内蔵メモリーフォーマットエラーが発生した。そんなソニー HDR-CX370 のデータ復元に成功した事例となります。データ復旧のご依頼をいただくまでの経緯です。ソニー HDR-CX370 ビデオカメラはもう何年も使っています。先日撮影した動画を見ようと思ったのですが、ビデオカメラの画面では小さいのでテレビに映そうと考えました。そこでビデオカメラとテレビをケーブルで接続したら、急にエラーが発生しました。ビデオカメラの画面に内蔵メモリーがフォーマットエラーですと表示されています。今まで保存していた動画が出てこないし、新たに撮影することもできません。突然のことで本当に驚きました。テレビに USB でつないだのが悪かったのかもしれません。ずっとバックアップしていなかったので、このままデータが失われてしまうのだけは避けたいです。内蔵メモリーがフォーマットエラーですと表示されたビデオカメラからデータを取り出すことはできるのか、そう思って Google で検索しました。するとビデオカメラのデータを復旧するサービスがあることが分かりました。何社か問い合わせてみたところ、こちらのサイトが最も良いように思いました。ソニーハンディカムをテレビにつないだらエラーが出るようになった、そんな状態からデータ復旧した実績があるということですし、料金が明確なのが安心できました。そこでお願いすることに決めました。ビデオカメラをテレビに接続したらエラーが出るようになった。本体に保存していたデータが見られないため復旧をお願いします。このご相談をいただくことはよくあります。ビデオカメラと他の機器、例えばテレビやレコーダーなどを USB ケーブルでつなぐと、ビデオカメラにエラーが発生して使えなくなることがあります。例えばテレビに外付けハードディスクを USB で接続して、そちらの外付けのハードディスクの方にテレビ番組を録画することができます。テレビの側から考えると、 USB で接続された機器が外付けハードディスクなのかビデオカメラなのかは判断が難しいです。そこでテレビにビデオカメラを USB 接続したときに、外付けハードディスクのように録画用の機器が接続されたとテレビ側で考えて、テレビ番組を録画できるような形でビデオカメラの本体内蔵メモリに変更を加えてしまうことがあります。そうなるとビデオカメラの画面には内蔵メモリがフォーマットエラーですと表示されて、すべてのデータが見えなくなってしまいます。
弊社ではテレビに USB 接続してエラーが出るようになったビデオカメラからデータ復旧を行っています。この状態であればデータ復旧に成功する可能性は非常に高いです。今までの実績から考えるとほぼ 100% 復元に成功しています。すぐに該当のハンディカムソニー HDR-CX370 を弊社までヤマト運輸にてお送りいただきました。ビデオカメラが到着したらまずは現状を確認します。あらかじめ伺っていた通りのエラーが発生していることが確認できました。続いてデータが復元できるか診断していきます。非常に集中力を要する処理ですが、経験豊富なエンジニアが効率よく確実に処理を進めていきます。結果として必要な動画データ14時間45分の復旧に成功しました。ソニー HDR-CX370 ビデオカメラはよくデータ復旧のご相談をいただく機種の一つです。電源が入らない、画面が真っ暗で映らない、タッチパネルが割れてしまい操作できないなどを様々な状態からデータ復旧に成功しています。管理ファイルに不整合が見つかりましたと表示されたり、内蔵メモリーがフォーマットエラーですと表示されていても大丈夫です。誤って削除したデータの復元も可能です。ビデオカメラのデータのことでお困りでしたらご相談ください。ソニー HDR-CX370 ハンディカムをテレビに USB で接続したら内蔵メモリーフォーマットエラーが出るようになった状態からデータ取り出しに成功しました。ビデオカメラ本体内蔵メモリーに記録されていた映像データを無事に復元することができました。14時間以上のご家族の大切な思い出をしっかりと復旧できて本当に良かったです。ソニー HDR-CX370 ビデオカメラのデータは復旧できます。法人様からも個人様からもご依頼いただいています。 YouTuber の方からのご依頼も増えています。ビデオカメラのデータ復旧でお困りでしたらまずはご相談ください。ご相談は完全無料で受付しています。ご相談をいただいてもしつこいセールスは一切ありませんのでご安心いただければと思います。ご相談、お問い合わせはお電話でもメールでも LINE でも行うことができます。どうぞお気軽にお問い合わせください。